まっすぐ真ん中考えてみて、これアンフェアだと思ったらそれを突破していく。そこからあなたにとってやる気が起きるというよりは、ごく自然に自分の中のあなたが実は気づかないあなたの力も僕は出てくると思いますよ。だから特に夢を探したりやりたいことを無理に見つけようとしないで、自然体で生きていて、そして幅、もう一回言いますが、阻むものは必ず現れるから、それを真正面からまず見つめてください。そこからです。はい、この辺は全部やったな。はい、柔らかめる。はい、現在4時32分ですが、本日最高のが来ました。大阪府の男性さん、シードさんね、シードさん、いいですか、質問本部読みますね。私は虫歯で歯医者に行ける勇気をください。これジョークなのか本気なのか分かんないけど、きっと本気ですね。うん、歯医者ね、確かにナチスの拷問道具っていうのは歯医者の道具とそっくりだというね、説もあって、僕は実は映画も好きなんですが、ギリアムっていう天才的な監督がいてですよ、その方にブラゼルって映画があるんですよ。ブラゼル、ね、これに日本大では未来世紀ブラジルっていう、まあ、変な名前になっちゃってるけど、ブラゼルっていうのはあの歌の名前、曲の名前ですよ。ラテンのブラゼルチャナナナナナブラゼルっていうね、生きる喜びを歌う曲を流しながら拷問シーンとか出てくるわけですよ。つまり権力に歯向かう自由を目指す戦士に対して拷問が行われるんだけど、それが全く敗者の格好をして出てくるわけですよ、拷問人がね。だから天才監督のギリアムさんもきっと敗者に行く勇気がなかったんじゃないかなと思いますが、これは勇気なんか持つ必要は全然なくてですよ、痛くない敗者を探す、それに尽きると思いますよ。で、僕の高校の同級生って医者が多いんですが、中に歯医者もいますが、ね、歯医者ほど技術の優劣が現れる職種も、まあ、ないぐらい現れるから。でしかも今インターネットっていう口コミのすごいツールがあるじゃないですか。それによって痛くない歯医者さんってあります。それで痛くない歯医者さんって言っても実はいっぱいいらしてですよ。基本的にはだってこの歯茎に麻酔の注射を打てば痛いはずがないわけですよ。麻酔がかかってんのに痛み感じる能力は人間ありませんから。でその麻酔の注射が怖いっていうなら、その麻酔の注射を打つ時の実は技術の優劣はあります。でそれは歯医者さん本人がしてくれるところもあるけども、技師がするところもあるんじゃないかなと思います。ちょっと不確かですが、実は僕は虫歯がないので、歯医者に行くのはなんていうの、カスみたいにたまるじゃないですか、歯垢を取りに行くだけなんで、麻酔の注射って実は僕は打たれることがないんですけれども、その麻酔の注射を上手にやってくれる歯医者であったら、その後の痛みはないのと、それから、術後ですね、施術後に痛みが残ることあるけど、その時にその上手な痛み止めの薬の出し方をしてくれる歯医者ってありますから、勇気をくださいじゃなくて、痛くない歯医者を探してください。はい、で、虫歯の方はそれは早く治さないとね、歯抜けは持てないかもしれないよ。歯抜けは歯抜けで持てるかもしれませんが。はい、次、京都府女性の方、チャブルさん、チャブル意味わかんないけど、なんとなくいいハンドルネームですね。あやめさんこんにちは。私はもう寝ますが、はい、私はもう寝ますが質問です、卒業旅行に行くならどこの国がおすすめですか。できれば世界遺産よりもバイタリティのある国に行って刺激を受けたいです。いい質問するじゃないですか。世界遺産であってバイタリティのある国っていうのもありますけれどね。卒業旅行に行くならどの国、これ1カ国だけって意味なのかな。これはちょっとたくさんありすぎて難しいけど、これ若い女性ですよね、卒業旅行って書いてるんだから。でチャブルさんは、まあ、一人で行くのか数人で行くのか分からないけど、バイタリティを感じられて、しかも治安が、悪くない国でないと僕は安心して推薦できないから、
まあ僕だったら今洪水のバンコク行ったりするけどな。だってあの洪水の中でみんなが笑ってるっていうんで世界びっくりしてるわけですから、バイタリティの極地でしょ、ね、だからあそこ行ったら間違いなくホテル代も今すっごい安いし、ただしそのお仏も一緒に水と流れてるそうだから、それなりのガードをしていかなきゃいけない、例えばね日本の多分釣り具屋さんでも売ってますよ、その下のところをカバーできるやつね、それを買ったり準備した上で、今誰も行かないタイのバンコック行って汚水に浸かりながら笑いながら暮らしてる人って、まあそれがだから対策はなかなか取れない原因にもなってるけど、バイタリティっていうのは本当はポジティブネガティブ両面持ってるもんだから、そういう経験できるって意味では今のバンコクは僕は面白いんじゃないかと思いますよ。そして今カンボジアも実は洪水にさらされてるんだけど、例えばバンコクに本当に行くんだったら、せっかく東南アジアの足を見るんだったらそれだけじゃなくてカンボジアのアンコールワットを含めて回って、それからラオスに上がっていくと、ラオスの森の中のホテルって結構あるんですけど、めっちゃ安いのと、それからやっぱ他の国では全然味わえない経験ができますよ。まあラオスでね、例えばインドシナ戦争の時の砲弾を別に普通に喫茶店のテーブルの足代わりにしてたりね、そういう意味のたくましさっていうのも感じられる。で、まあ、東南アジアの一ついいところは、だいたい旅費が例えばラテンアメリカと中南米とか行くのに比べると全然安いってことと、それから飛行機乗ってる時間が短いから現地で時間をたくさん取れるってことと、物価安いってことがあります。でしかし、まあ、世界遺産よりもって書いたんだけど、その上でですね、まあ、世界中から選べって言われたらやっぱり一つは僕はペルーだな。でペルー事件の時にいたペルーですけど、僕が今現在一番もう一度行きたい国っていうか今すぐ行きたい国は本当はペルーです、ね、うん、で僕は記者辞めた原因にもなったからそういう原点でもあるけど、例えばペルーのこれは世界遺産だけどマチュピチュ、マチュピチュも含めて、そして、ペルーのリマのあの佇まいっていうのはこれは行くねちゃうんだよね。それでね、あんまりペルーで観光地とは言われない場所で言うとね、コスタヴェルデ行ったんですよ。コスタヴェルデ、コスタヴェルデってもちろんスペイン語ですが、コスタってのは英語で言うとコースト、海岸ね。でヴェルデってわかるでしょ、読売ヴェルディっていうサッカーチームあったんですね。だからコスタヴェルデっていうのはスペイン語で言うと緑の海岸なんですよ。ところがその海岸に行くとね、緑一本もないの。つまり太平洋の荒波が打ち寄せてもう木も生えないような、もう荒涼たるその断崖絶壁がずっと続いてて、僕はペルーにいた時にその断崖の上に立ってこうやってもう手を差し出すと本当に神様がそこにいらっしゃる感じがしました、ね、でコスタヴェルデって人々の願いなんですよ。ここに緑があってほしいっていうね。でその名前も含めてですよ、日本には絶対ない光景で、しかもこうやってるこの太平洋からまっすぐ日本につながってるんですよ、ね、遥か彼方だけど、その時に感じる日本の存在感っていうのは、それは他の国ではありえないものだったな、何とも言えないつながりというのか、あるいは遠さっていうのか、それ全部一緒くたに感じるんですよね。で、まあもしもこのチャブルさんがお酒を多少でもお飲みになるなら、ピスコサワーっていうね、ペルーをはじめとするスペイン語圏特有の、まあ、強いお酒なんだけど、ピスコサワーって実はタカシンのマネーっていう番組で酒をやってた時にそれもいっぱい飲んじゃってそれで酔っ払っちゃったんだけどね、このピスコサワーを飲むだけでも、値打ちがあるし、それからマチュピチュの夜明けね、それからもしペルーに行かれたら現地のガイド信用できる人をなんとか例えば、ペルー政府の観光局に聞いたりして、英語スペイン語だけじゃなくて英語もできるガイドをなんとか探して行ってほしいのは、マチュピチュ以外にマチュピチュと同じように空中都市だったけれども一切観光地になってない場所がいくつもあるんですよ。でただしあらかじめ言っておくと、高所恐怖症の人はかなりきつい。僕高所恐怖症なんです、ね、高所恐怖症だけど僕は行きましたが、そのちなみにその観光地になってない空中都市に行こうとしてですよ、ガイドは僕はスキーヤーだって理解してるから私が高いところに強いって勝手に思い込んでどんどん先に行っちゃってですよ、
ふと気がついたら肩幅ぐらいのこの道しかなくて、こっち側はね、なんとそのこっち側、こっち側がね、このこうマイクとかつけてる、あ、つけてるんだっけ、こう立ってるでしょ、ここがもう絶壁なんですよ。でここも絶壁なの。だから本当にこの肩しか道がなくてですよ。そしてこっち側見るとね、下に雲があってね、なんと本当にコンドルが飛んでたの。コンドルね、ラコンドルパーサーって歌って知ってます？チャラララララララ、コンドルが飛んでいく、あの歌の通りラコンドルパーサーっていう、そのコンドルが本当に雲のところ飛んでんだよ。それで僕は追いかけなくなったわけですよ、やっぱりね、高所恐怖だし。でそのままこう伝っていって、そしてその観光地になってない空中都市が現れて、そうすると観光地じゃないから全く、いやもちろんあの長い年月で破壊はされてるけれども、しかし王子の姿がよく分かって、そこでまたこうやってやるとね、ね、年中こうやってるみたいだけど、ね、年中やってるわけじゃないです。そこはそのそこ行った時にペルーの太陽神の信仰ってのはこういう意味なのかというのがすごい分かったし、あのエルコンドルパサっていうね、コンドルは飛んでいくっていう歌が本当は何を意味してるのかって、人間の自由っていうのはこういうことなのかってことまでね、あのこうなんていうかな、体の実感として迫ってくるんですよ。で後で聞いたらね、その道はそのガイドが僕が高所に強いと思い込んで体験させただけで、本当はずっと回り込んでもっと安全に来れるそうですよ、ね、だからペルーに行ったらぜひそのペルー政府の観光局行って、マチュピチュも当然行かれて、それ以外のその名もなき観光地になってない空中都市何か所かあります。そこにぜひ行ってみることを進みますね。でただこのチャプルさんがお書きになってるバイタリティっていう意味では、だからその辺りはほとんど人影もないわけだからないけれど、あのペルーの首都リマに行けばその下町はもちろんそのラテンアメリカの世界ですから、あのすごく面白いし、もし余裕があったらその北の例えばあのエルサルバドルに行ったり、あの南米っていうのは決して絶対安全とは言えないけれども、その人間のなんかこうむき出しのところがあってですよ、あのそれは面白いですよ。ちなみに映画でね、サルバドルっていう映画があって、この映画は不思議な映画で、劇場公開してる時は全然お客入らなくて、あのビデオとか DVD とかレンタルになったら突然ベストセラーになったっていうね、サルバドルってこれ要するにエルサルバドルのことなんですよ。その映画はあのまあ内戦を描いた映画だけども、あのラテンアメリカのそれこそバイタリティってのはどういうものかってよくわかります。だからチャブルさん、その僕の話もし本当に参考にされるんだったら、サルバドルっていう映画も、サルバドルね、映画も見てください。はい、次、埼玉県男性シモンさん。俺は近日入籍します。長く結婚生活を続けるための秘訣を教えてください。僕は青山千春博士と結婚して、32年か、うん、だからあの長く続いてて、この間あるテレビ番組の収録で、中国人からその日本人はいろいろ言うけど結婚みんな破綻してるんじゃないかって、ね、言われた。その僕の横にいたのは松戸江さんと、それからやっぱり離婚なさった女性作家の方がいて、で僕は30年以上結婚してますけどって言ったら、その中国人が結構びっくりしたっていうのが実はそういう収録があったんですけどね。秘訣はないです、はい、ていうか全然考えたことない、自然にやってきただけで、よく言うじゃないですか、その相手のていうか結婚はこうやって固めつぶれとかね、つまりその相手の長所とか欠点をまじまじ見るんじゃないと、固めをつぶって、まあ、長所は見てもいいけど欠点は見ないようにしろとか、いろんなこと言いますよね。そんな一回もやったことないですよ、欠点は欠点でもろにお互いに見てるし、なんだろうね、ただ一つ言えるのは、そのお互いがお互いを作ってきたと、いうことはあります。僕は今日家庭教育の大切さも言って、今の僕はほとんど少年時代に作られたと思いますけど、でも今の配偶者と出会って、船乗りであると同時に、例えば本当の天才のギャンブラーなんですよ。ギャンブルめっちゃ強い、僕はギャンブルめっちゃ弱い、何やっても負け、
で青山千春博士に置かれては